死者の過ちは、1956年に発表された、アガサ・クリスティの長編推理小説である。クリスティ48作目の長編で、エルキュール・ポアロシリーズの長編、第27作目にあたる。現代のフォリーは、ダブルミーニングとなっており、第一義には日本語タイトル通り、過ちを意味するが、同時に装飾目的の過微な建築物を指す。 グリーンウェイハウス本作は1955年に執筆されながら未発表に終わった中編作品ポアロとグリーンショアのアホーグーが原型である。長編でもなく短編でもないその作品は雑誌経済には難しい長さであったことから出版社に拒絶されたためこれを長編化して翌1956年に発表したのが本作である。また、 グリーンショアのアホーグーというタイトルは、同年に発表された、よく似たタイトルの別の短編作品で、ミスマープルが登場する、グリーンショー氏のアホーグーに引き継がれ、クリスマス・プディングの冒険に収録された。本作の舞台の、ナス屋敷と、ポアロとグリーンショアのアホーグーの、グリーンショア屋敷は、どちらも作者が1938年に購入した、別荘グリーンウェイハウスで、以降、 作者が毎年夏の休暇を過ごしたところである。ポアローはオリバ夫人の誘いでデボンシャーのナスクームにあるナス屋敷へと招かれる。祭りが開催される当地ではオリバ夫人が筋書きを考えた犯人当てゲームが行われることとなっていたが、夫人は本当の殺人が起こるかもしれないとポアロに話す。祭りの当日、オリバ夫人の懸念の通り、被害者役の少女。 マーリンが本物の死体となって発見される。さらに、ナス屋敷の主の妻、ハティ夫人も姿を消してしまう。ありがとうございます。